こんにちはまあ確かに当時は会って話すことが第一だったと思いますけどもコミュニケーションのレベルが上がってくるともはや会わずにも信頼関係を構築して商品も売れるしこう信頼関係を、ね、強くして信者になるってこともあるんだろうなと思いますよね。うんこの前ねその「気になる男」シリーズっていうねあのやり取りがあるんですけどもそのリレーの中でね面白いことがあって。あのもしね、 会っって話すことでで信頼関係を構築できるんだったらなんで YouTuber で家族を支えてる私の YouTube を真似して働こうっていう家族が現れないのかなとんでもっと儲からなくって大変な仕事を一生懸命やってあの家族を支えるほど収入があるこの YouTuber って仕事をやってくれないのかなみたいなねやりとりがあってね、うん、だからなんかこうあったからって,って信頼関係が築かれるわけではないんだろうなと思いますし、うん、もっと言うとね 会わずに信頼関係を構築できるようにならなければあ、結局時代遅れになっちゃうのかなと。人と人は顔を合わせないとなかなか信頼関係できないよねって、これ、町内会の老人が言ってることなんでね。で、逆に言うと、会えば信頼関係ができるっていうふうになっちゃうと、あの、詐欺をする人っていうのが会いに来るわけなんですよ。訪問販売みたいなね、アムウェみたいな、うん。だからもう会わずとも、うん、まあ、深く繋がれるような、まあそんなね、 知恵を使っていかないといけないし、まあ、あのコミュニケーションスキルを磨いていかないとなっていうのはあるかなと思いますよねだからリアルセミナーやるのが嫌なわけではないんですけどももう今やったところでそのリアルセミナーの前にはその動員するわけじゃないですかインターネットで呼びかけてつまりネットで呼びかけて来るってことは信頼関係ができてるんで別に来なくてもいいって話なんですよわわざわざ会場に来て何かセールするよりも すでに来るってことは信頼関係があるんで <laughs> だって買うの前提で来るわけですからね買うかもしれないと思って少なくとも来てるわけなんですよで当日うんまあちょっと値段と価値と合わないかなっていう判断はあるかもしれませんけどもでも来る時点で信頼関係強いわけじゃないですかってことはあのネット完結型でいいんじゃないかなと思いますよねまあ以前はね半信半疑だったんで直接久保さんに会っとこうかとかね吉谷さん会っとこうかみたいな流れだったと思いますけどもやっぱり人はあの進化しますんで。 受信力が進化できた人にとってみたら、会っても会わなくてもどっちでもいいみたいな感じじゃないかなと思いますよね。えーまあ、おかげさんでね、その気になる男シリーズをキャッチボールしてても、そっか、そっか、売れるし、つまりは、あの、やりとりをしてる相手に対してメッセージを送ってるのに、それを流れ弾みたいに脇で聞いてる人が欲しいですっていうふうな手を挙げるような段階に来てますんで、もう、もはやね、あの、顧客に呼びかけなくても、セールスをしなくても、 ただなんか誰かとやり取りしてるだけで「ください」みたいな人が出るみたいなねそんなこともあるのかなと思うんですよねまあ、そうなってこそのなんかこうビジネスなのかなと思うんですようーんこうさっきパン屋行ってきたんですけどパン屋さんって不特定多数の人に対ししててオープンしてるわけじゃないですかじゃあ通りがかねえ人がポンとやってくる飛び込みっていうのは一体どういうメッセージによってきてるのかなって言ったらまさにね 店構えがあるって信頼なんでしょうねねでで好奇心なんで,しょう、ねうん、でも元からそのパン屋さんのオーナーさんとか店員さんの素性を知ってる人は人間関係とか人間性とかっていうので信頼関係があるからパン屋じゃなくても多分来店はすすると思うんですよそういうことをいろいろ考えていくとあのやっぱこうコミュニケーションのレベルとか信頼関係の構築のレベルも上げていかないと結局は時代に置いてきぼりになって人と人は会わないとねとかね。でもこれ 携帯電話の番号じゃん固定電話じゃないから信頼できないみたいなねおかしな理屈になってくるわけですよね <laughs> はいえー、あとはねしまいにはねホームページがないから信用できないみたいな人も出てくるわけですよあそうそうあのね銀行のね法人口座作るときにホームページの提出を求められるんですよこれってなんていうの十数年前ってホームページがあっても信頼にはならなかったんですけども今はホームページの URL がなければその審査すらしてもらえないっていうね、うん だから、査定も進んだってことなんですかね。まあリアルセミナーね。行ってらっしゃ